インフィニティアイは日産自動車の高級車部門であるインフィニティでかつて販売されていたセダンで日産セフィーロの姉妹車である。1996年6月26日から J30 の後継車種として発売が開始された中型高級車である。ただし、レパード J フェリーがベースの J30 とは違い駆動方式は FF であった。また、 セフィーロをベースとするもエアコンソール風口を中心としたインパネ形状やセンターコンソール周辺のデザインには若干の違いがあった。エンジンは VQ30 でを搭載。セフィーロ同様に日産自動車追い浜工場で生産され輸出されていた。1999年に G20 が復活するまではインフィニティブランドのエントリーカーであった。グレードは i30 の他に スポーティーモデルの i30 トンが用意され、リアスポイラーや BBS 製ホイールなどが装備された。また、途中、特別使用者のリミテッドも用意された。北米日産でも取り扱われていたマキシマとも姉妹関係にあり、また同じエンジンを搭載していたため自社同士の競合となることもあった。マイナーチェンジでマルチリフレクターを採用したヘッドライトやテールレンズに変更され、 o ーズオーディオシステムやサイドエアバッグの追加などが行われた。2000年にマキシマと共にフルモデルチェンジを行った。初代同様にセフィーロの姉妹車である。標準モデルの他にツーリングモデルの i30 トン及び高級志向モデルの i30 リットルが用意された。インフィニティ建て直しの際に FF 車は売らないと宣言されたが、結局は2004年まで販売された。 また、日本国内では2003年に、セフィーロに代わって、ティアナを発売したが、これは2004年まで販売が継続された。2001年後期には、マイナーチェンジを行い、インテリアの小変更や、安全性の向上、エンジンの変更が行われ、VQ35 でを搭載したため名称が、I30 から I35 になった。また、同時に、AT がゲート式に変更され、 CI マークを強調したフロントグリルや17インチアルミホイールなどの採用などで日本使用後期型と差別化された。2004年9月に生産終了。I のモデル廃止が発表される。事実上の後継車種は M45。アルミホイールに関してはセフィーロワゴンの特別仕様、テンスアニバーサリーとセンターキャップ以外は同一デザイン。ちなみに 日本使用後期には i30 で採用されたグリルを日産の CI に変更したものを採用している。ありがとうございます。